はい、どうもすけです。スマホ版スイカゲームやっていきたいと思います。スマホ版ね、ダウンロードしましてね、さっきやってきましたので、そちらをねちょっと振り返りながら実況していこうかなっていう、振り返り実況、自分がどのような立ち回りしたのかちょっと見ていくわ。今ここの盤面からねやってますんで、はい、なるほど。まず今いい感じやね。下にさくらんぼしか落ちてないから結構チャンス。そこに置いていく。いちご、あ、そうやね、そこやね。で、リンゴで今このような盤面で、俺はどこに置くんでしょう。あ、リンゴ押し込んだ。あ、でもリンゴ押したけど、なしとなしがぶつからなかったよ。これに対して俺どうする。過去の俺に語りかけていくスタイルで実況しますんでね。あ、さくらんぼそっちなんや。あ、そういうことね。さくらんぼ左、リンゴにした。ぶどう待ち、あ、ぶどう来たで。なしにして、さらにこっちを、でも圧迫どうか、圧迫かけた、圧迫かけた。上から圧迫かけるが、押し切れないでいく。どこ行く？そこの間に差し込む。確認した。で、それ、おー、すごい、おー、発火した。おー、発火したね。発火して、角メロンの形をまずは作ったな。で、こっから、お前、どないすんのっていう、立ち回りですよね。デコボン結構余ってんぞ。大丈夫か？おー、いいね。スマホ版出ましたもんね、これ、ついにね。スマホやからね、だいぶやりやすい。携帯がね、軽いですから。ただね、操作感がやっぱ慣れないなっていうのはありますよね。いつもね、コントローラーでさ、ポチポチ押してるけど、スマホ版は、指でフリックしながら指を離すっていうのがあるから、ちょっとミスったりする可能性あるのな。で、これで、パイナップルが今左にある状態やから、スイカを左に持ってくれば、角スイカですね、これね。スイカを左に持ってくれるんでしょうか、俺。さくらんぼ、間かち割りに申し込んでいくが、お、いいやん。1号来たぞ。どんどんこれ左に滑らしていくスタイルね。いいね、完璧や。さあ、ここはシフトを狙っていく。お、シフトで。桃ができた。こっからどっちする？左から作っていく。おお、まあ、確かに、スペースがあるからね。左から柿ぶち込む戦法やな、これ。はいはい。おお、右もリンゴにして、ええ感じやね。デコポン。あ、デコポン。おお、どっち行く？おお、迷ってんな、ここ。おお、そっちの選択やな。まあ、柿が来たら確かに右に逃がせるから。そうやね、右に逃がせるから、それでいいかな。柿の置き場がないっていうのが一番あかんから。一旦なしにして、間のブドウをどうすんの？間のブドウ助け舟出してんな、これ。助け舟出して、いちご。いちご捨てやな、そうやな。俺やったらそうすると思うわ。オッケー。で、かきかき祭り。大チャンスやぞ、これ。左ハッカー、左ハッカー。左から撃て。これ左から撃つやろ。そうやんな。おっしゃ、角スイカ。オッケー、これよ。角スイカできましたね。左角スイの完成です。で、こっから、あ、これちょっと悩んでそうやな。ぶどうを、どこに置くか。左か、それと右かって。まあ、右なんかな、これ。右でいいんじゃない？そこでいいな。そこでいいな。柿が来たら左でいいから。あ、そう、柿が来たら一旦左蓋したいよな。で、これからは、右に打っていいはず。そうやね、右に打って、あ、完璧や。はい、桃の完成。めちゃめちゃいいな。もう完全角水やから。大チャンス、これ。これもう、ぶどう打っていいやろ。ぶどう打って、で、右、そうやね。で、進化でいいや。進化、そう。で、間、デコポンで上、柿やね。そう、それでいいと思います。で、ぶどうにタックル、そうやな。さっき、OK、そう。これ、上でいいんじゃない？上、リンゴで、リンゴの上にデコポン、デコポン。そうやね。っていう過去の俺に対して、語りかけてますけど。そうやな。で、引き抜け、リンゴで。完璧や。そういうこっちゃ、そういうこっちゃ。右。おっしゃ。やっぱ、あれやな。中身俺やから、ちゃんと俺が指示した通り動くねんな。大体同じ立ち回りするってことや。毎回。デコポンシフトで書きやな。そうやな。いいよ。それもデコポンまでしちゃおうか。で、右。そう。で、左。で、リンゴにしよう。オッケー。ここまあなしで引き抜いたら危ないな。ちょっと危ないから、一旦、その辺さやな。一旦置いといて。これ今撃っていいわ。そのまま撃って。
そう。で、2つ左に置いて、で、デコポン。おっしゃ、来た。これで桃にして。ブドウやったら、そう、間でブドウにして、で、左ブドウにしつつブドウやね。完璧や。これいけるわ。これメロンまで確定ライン。左でいいと思うで、右ちょっと狭いわ。左がなしまでなっちゃってるから。おっしゃ。シフトいけるか、それ。シフトいけたらナイス。で、これで打てばいいわ。打て。ドン、なしごと。ボンバー、ぶつからへんのかい。ほんなら、なしの上立てていこうか。サクランボポイ捨てて。うん、サクランボはあの辺もしょうがないで。ほっとこ。まあ、右でもいいか。この辺ちょっとどういう立ち回りするか見たいな。デコポン。あ、あ、イチゴ入ったから一緒に入れて。そうそう、一緒に。あ、入らへんか。はいはい。あ、いいやん。ブドウなるんちゃう。ブドウならないでいく。まあ、そんなことよりとりあえず今はあれやもんね。右だけ集中しとけばいいから。右に柿打てばメロンできるから。あ、めっちゃいいんじゃない。おっしゃ、そこリンゴしつつ、で、右柿ショットやね、これな。右から打って。一番右やと、これ。そう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 。で、ドン、オッケー、完璧や。これで角水とメロンができてるから。あとはもう、うまいことやればいけるぞ。いちごの予約。素晴らしい。それは素晴らしいな。右捨てようか、それ、二つ。またサクランボか。いちごいちご、それでデコポンにしようか。ぶどうにしよう。あ、柿にしていく。いい感じやね。スモがいい感じやね。デコ。ぶどう。で、リンゴやな。よしよしよし。まとまってきたぞ、いい感じに。これどうする？シフトでなしまで行くか？か、上に生で置くか、どっちや、俺の選択は。シフトでなしでいいかな。いけ！ナイス！で、デコポンにしつつ、で、なしと桃の間に置こう。そうやな。おお、あ、それ面白い選択やな。そこの間にひょっこり乗せるタイプのやつね。あ、これが来たわ、結局。はい。で、小物を右に捨てまくって。これどうなんやろ？リンゴ、あ、デコデコや。左左。そう。左で柿にして。うわー、これブドウちょっといらんな。あ、そこ、まさかねじ巻きマンボウ行くんか。うん、ねじ巻きマンボウ行ったか。今の結構強気やもんな。なんかゲームオーバーとか言われたら泣きそうやで、あれで。で、今右に捨ててるうちに、パイナップル作っちゃおう。これ左ハッカーでいいんじゃないか。左ハッカー。オッケー、ナイス。そんで、リンゴがええとこ来るから。このブドウはどうしようかな。どこ置くんやろ、俺。あ、そこの中間点か。まっさやな。そう、サクランボがね、ちょっと邪魔や。そう、それそこそこ。そこをちょっと詳細したかったから。だからブドウそこに置いたんやろうな。柿の置き場ないんで、まあ、やむを得ず左に逃がした。そこのブドウが邪魔やから、どかしたいね。そうやな。サクランボ、これは、右に捨てるか左に捨てるか。左か。左に一個捨てた。で、ブドウから柿やな。で、この後が、なしにしたらデコポンが落ちちゃうよな。デコポン落ちちゃうけど、置くとこないから、そのまま置くでしょうね。なしにする、せざるを得ない。おー、なるほど。圧迫かけたか。おー、大丈夫か？あー、やっぱデコポンやっぱ入ったよな。デコポン間入っちゃったよ。ほんなら、こっから、どないする？あのデコポンを救出する方法ってあんのか？ん？押し込みマンボウ？まさか。押し込んだ！おお！おお、ミラクル！なんか、左で作って押し込んだな。お！いや、すげえ！サクランボこれ、まあ、左か。あ、いいやいいやん。で、それ、柿にして持ってきたら。あー、すかした！でもこれ飛ばせるわ。飛ばした、オッケー。あー、いちごいちご。デコデコやからなしまで確定か。なし確定。よし、沈みなし。とりあえず柿立てたいよな。デコデコばっかり来てるから。デコ、ま、どこでも、ま、そこ行く？上でもいいけどな。そう、上で柿でいいかな。で、一旦高さを下げたいから下げていく。
で、いちごを乗せて、ここからまあ、ぶどうも使うっていう判断やな。ぶどう来てくれた。で、ここでデコ来たら、デコ来たら、それ打って、あの、いちご右に捨ててデコポン打ったらいけんちゃうか。これで、いけ！頑張れ！ここまでかよ。そこの柿と柿がぶつかればダブルスイカやったんですけど、うわー、これはあれやな、あのスマホが止まってるからどないしようってなってんな。これこれはね、右の桃の上がまだ耐えれるから、桃の上に対してブドウにしてっていう形やな。これ変なところにね、イチゴ置いちゃったらホームランになっちゃうもんね。だからそうやな、そこはギリギリセーフなんで、でしかもネクスト柿やから、そこにサクランボ捨てて打て、今や打て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 、おっしゃー、ダブルスイカやりましたね。ということで、スマホ版スイカゲームでもね、ダブルスイカ達成することができました。この後デコポンホームランになっちゃったんでね、スコア5800ぐらいでしたね。